コンコンコンキツネさん。やったぜ、やりました。60万人いきました。我々、はい、この弱小 YouTube と言われて2年50万人迎えて、そこから長かったね、多分本当に9ヶ月ぐらいかかっちゃったから、皆さんに本当お待たせしましたけれども、はい、60万人、無事チャンネル登録者迎えることができました。ありがとうございます。まさか60万人なんて、うん、行く日が来るとは思ってなかったんですけれども、はい、60万人行ったらなんか本当に100万人が見えちゃってちょっと遠い、見えるには遠いんだけど、遠いんだけど見えるんだよ。だからちょっとここから気を引き締め直してやっていくんですけれども、はい、まあ我々もね、2人でやってきて、たまにはね、ゆっくり旅でも行こうかななんて、はい、まあ言ったら社員旅行みたいな感じですかね。はい、行きたいと思います。やったぜ。どこ行くんですか？決めてません。自由すぎる。こちらご覧ください。日本地図ですね。はい、北海道から沖縄まで、はい、日本地図書いてあります。今から、はい、リアルダーツをして、はい、場所を決めます。リアルダーツの旅です。子供の頃よく見てたテレビ番組のまねっこで、今からただダーツちょっと投げても刺さないんで、はい、まあ、我々その辺爪が甘くて、はい、たった今検証した結果、はい、マジックを投げようで、印がついた場所に行きます。お、なるほど。はい、今から行くんですか？数日後準備必要だからね。ただちょっとドラマ中だったりまして、はい、いろんなことがあって被害です。くー1日しかないです。すいません、ちょっとリアルダーツの旅で60万人行っちゃうんすか。気持ちよくスタートしたいなと思います。行った場所の行った美味しいご飯とか食べたいの？行った場所の行った美味しいご飯、うん、行った場所の美味しいご飯でいいから、行った場所の行った美味しい。ちなみに、はい、よしきにどこ行きたい？俺は沖縄っす。沖縄ね、はい、行ったことない県とか行きたいんだよね。おお。青森とか行ったことないし、よしきりとよく言ってた富山県ね。あ、富山行きたいね。とも思うし、あと鳥取、島根とかもなかなか行きたいので、あとは四国ね、行きたいですね。石川県とかもね。あ、石川いいね。行ってみたいね。行ってみます。狙っちゃいますか、じゃあ。はい、富山、石川あたり狙おうかな。行くよ、本当いいの？行こう。いいのね。いや、ガチで行くんだもんね。ガチで行くよ、うん、日帰りで。いきます。待って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 、え、何何待って待って、これは、え、あ、八丈島とか、そっち、あ、違うか。どこっすかこれ。島だね。小笠原諸島なんて行けんの？日帰りで出てくる、出てくるよ。小笠原諸島への旅行は最短でも5泊6日の日程が必要です。なぜなら唯一の定期船小笠原丸が通常6日に1度のダメじゃんこれダメだよ、仕切り直しだな。ダメダメ、うん、沖縄、沖縄、沖縄頼む、行くよ、頼む、沖縄来い。おはようございます。ここ寝てんの、声。さあ、やってまいりました、60万人特別企画しよね、俺らみんなのおかげで60万人行ったのに、勝手にちょっと社員旅行行きますとか言ってんだからさ、本当にどうなのと思うんだけど。何時、何時ですか？え、何時ですか？6時っす。早いけど車乗ってるってことははい、まあいろんなパターンね、想定してたのよ、ね、はい、新幹線、はい、飛行機、はい、車で行く場所じゃないだろうなと思ってたの。うんうんうん、まあ、狙いもそうだったし。あ、そうなんだ、うん、本当にこれわざととかじゃないからね、俺の狙いがちょっと外れたまあでも行ったことはない、県自体はあるけど、うん、そこの場所自体にあんま行ったことないから、まあその辺りとりあえず向かってリサーチしたりしながら、はい、地元の YouTube 見てくれてる人とか会いたいけどね。会いたいね、会ってお茶とかしたいよ、うん、本当にお茶したいね。
まあ、いつでもあの、ね、60万人達成のお祝いなんで、いつでも運転変わるんで言ってください。いや変わるからね。変わるんだ。変わりますよ。全然言って早々に変わるよ。早々なの。というわけで、じゃあちょっと楽しみだ、何時間かかるやらっていう状況ですけど、はい、向かいます。はい、はあ、すごいわ。ここはどこだ。天国が見えるぞ。やばいね。見ろ、あれもう天国だろ。おお、やってきてます。いや運転大変だわ。時間ごめんね。本当ずっと運転してもらって。やらせになっちゃうから。さっきまで吉木で言うて、はい、モンパチ聞いて、モンパチ聞いてテンション上がってますよ。次皆さんに会うときは到着したときかな。はい、しばしのお別れ。はい、車止めたわ、ようやく。はい、ごめん、ちょっと駐車料金払わなきゃいけないから。システムが分かってないよ。無人の駐車場。100円玉入れればいいの。手作り感満載。500円でいいんだよね。元祖コインパーキング。俺のバスじゃないから。はい、そうね、500円。いや、すげえ向こうで落ちた音してるんだけど。さあ、やってまいりました。私は今どこにいるでしょうか。さあ、どこでしょう。あ、バレちゃう。後ろでバレちゃう。あ、バレちゃう。モザイク。モザイクかけ。もう危ないよ。ヒントだらけだよ。もうヒントだらけだよ。東京から来たんですけど、はい、なんか今僕 YouTube やってて、この辺で朝ごはん食べれるところあるんですか。朝ごはん、この辺なんかどっか行った方がいい場所あります。安楽寺とかあります。安楽寺今通ってきて、うん、あ、行ってきました。はい、朝ごはんとかないのかな。なんかお店がだいたい閉まっちゃってて今日。いやちょっと朝ごはんはねないですよね、あんまり。わかりました、ありがとうございます、はい、すいません、お仕事中に。ありがとうございました。長野県のなんだっけ、長野県つっちゃったよ、もういいや。長野県はなんだっけ、どういう人が多いの。一時停止の停止率が一番多い 県信号での、はい、歩行者優先度が一番高い。そう、ちゃんと止まる率が本当。あとは2、30個ぐらい1位になったのがあって、すごい、ね、ボランティア活動率、参加率が1。めっちゃいい人ばっかりってことでしょ。長野県は。そう、あと何かあったよね。働く母親の家事参加率ナンバーワン。仕事もできて家事もできる。長野の人と結婚したよ。確かに見つけよう今日。そういう旅、今日見つける。よし、フリーの結婚相手だよ。めちゃめちゃ腹減ったよ、はい、超汗かいた。風呂入ろうかな。頼む、行くよ。頼む、沖縄来い。着いた、めちゃくちゃ着いた。着いた、長野、長野県。なんか温泉マークあるよ。なんか温泉マークがあるよ。別所だよ、長野県。別所温泉なんじゃないの。別所温泉3時間18分。まあ、朝出れば全然行けます。じゃあ中野県の別所、まあ、別所浅間付近、この辺り行ってみようか。真田幸村隠し湯、石湯、石湯で行ってみようと思う。名湯、え、名湯でしょ。名湯、名湯石湯、ちょっと行ってみようよ。楽しみだ。はい、極楽、極楽、気持ちかったな。やっぱめちゃくちゃいい人が多いね。確かに、おじいちゃんと一緒やったけどさ、うん、あんまり扇風機つけると外出たら温泉だからドバッと汗出るよって教えてくれて、はい、で最後も頑張ってねって言ってさ、帰ってくる。そこの管理の人もなんか
知っててくれて、おうおう、でサイン頼んでくれてさ、めちゃくちゃ気持ちいい。いや、めちゃくちゃ良かった。あんな暑かったのに今なんかでもちょっと出てきたら確かに爽快感あるもん。というわけで、今日も動画最後まで見せてください。何締めようとしてリアルダーツの旅どうすんのよ、うん、終われないよ。どうしたらいいのじゃあ。なんかお茶する、お茶しようよ。まだご飯早いかな。お茶する、ちょっと探そう。はい、タリアごめん、ちょっと電車で帰るわ。え、タリア電車で帰る。あ、オッケー、ありがとう、別紙ありがとう。あ、オッケー、じゃあね、気をつけて。鍵閉まってる。ここが駅なんだね。熱湯温泉、ちょっと駅の方歩いてみよう。なんかこういうところで通ろうな。どうすんだよ、マジどうしようか。マジどうすんだよ。やっぱ長野って言ったらそばじゃね。そばだな。そば近くのおそば屋さんで美味しいとこあんのか。熱湯そば。熱湯そばなんてあんだ。今調べてる。ああ、そういうことね。いちいちうるせえな。電車スペースそばね。黒壺さんっていうお店が人気そう。ただ上田、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 上田まで行かなきゃ。22分で行きますよ。行ってみる。確かに行きますか。行こう。そば食いに。ただ撮影させてくれるか分かんないよ、弾丸だから。ちょっと駅だけごめんね、とらかして。うん、ちょっとはめてきて。俺もう歩くのめんどくさいからここから撮ってるわ。はい、もう大丈夫。はい、戻ってきて。見たことあります、僕の。え、もちろん見たことあります。本当ですか。はい、嬉しい。本当ですか。はい。シールいります、キツネさん。いや嬉しい、ありがとうございます。やったー、すいません、させていただきます。ありがとうございます。また応援してます。はい、ありがとうございました。もうすべてやりました。やりました。すべてダーツの旅に来て、リアルダーツの旅して、はい、目的地来て、はい、お風呂入ってて、はい、YouTube 応援してくれてる人にも会えて、はい、もうやりました。あとはそばだけ。あとそばだけ。うまそう。いただきます。黒壺さんっていうお店ね。黒壺さん、なんか日本もそんな早い、早いことあるのか。うん、早い。馬力が違う。でもマジで、俺ね、長野の人って本当にいい人が多いんだと思う。運転してても、すれ違いとか譲っても、みたいな人が多いし、なんだっけ、何が1位だっけ、車の中で。さらに、あ、長寿。長寿の。だからやっぱ、おおらかで、優しくてストレスをためないから長生きで、そばとか体にいいし、風呂も体にいいし、そういうことだ。そういうことだろ。急に冷めちゃう。だろ。そういうことだろ。あ、増えちゃった。嘘つけと思った。本当に本当に違った。なんか本当に純粋なそばですって感じだよね。意
外と俺がそば黙々と食べてるだけの動画でも視聴維持溜まってんじゃないかな。やってみようか。マジでどうするとか、インスタかなんかで聞いてみる。ここら辺周辺でとか。おすすめ。めっちゃ来てた。嘘。上田城、みすず飴の本店、蕎麦屋さん草笛、上田女子短期大学、マクド、狐公園。え？めてめて待って、そんな運良くない、やらせになっちゃうよ。そんなわけないでしょ。富士アイスの自慢焼き、富士アイスの自慢焼きは絶対食べてる。それ食い行こうぜ、とりあえずデザートがてる。そうなんだ。結構いろいろ食うけど、その自慢焼きとりあえず行こう。じゃあアイス食べ行きます。美味しそうだった。富士自慢焼き、うん、健康診断うまい。お店出たよね。さっきお店出たよね。アイスの話してた。俺アイス屋行くって言ってた。アイスのやばい、自分で言ったことを忘れてる。せっかくだから。そうね、だしそば行けるじゃん、いけるじゃんと思って入ったら、ここ量多めだった。コスパがいいんですよ。うん、うまっ。なんかここはもう、なんていうんだろう、多分値段も安いから量多くて、うん、地元の人が愛する感じがある。一つ言うよ、うん、腹いっぱい。だってこんなそば来ると思わなかった。こんなボリュームあると思わなかった。お疲れ様でした。さすがに次はちゃんとアイス行こう。前アイス行きたいんだけど、アイス入らないから。懐かしい。嬉しい。ジミーってドラマです、はい、劇場の中は違うんだけど、はい、表がここだったんだよね。上田駅、上田といえばっていうので、そういえば来てたと思って、うんうん、ちょっと近く来たから通ってた。そう、近く来たらその話聞いたからさ、ぜひ行きたいと思ってね。懐かしいっつっても、でももう何年も前だからね。そうね、4、5年前か。早い早いよな。懐かしいだな。いやちょっと嬉しいわ。なぜ俺はこんだけ歩いてるか知ってる？俺はわかるよ。なんでですか？自慢焼きが入らん。休業日です。嘘でしょ、自慢焼き食べれず。さあ、かき氷屋さんになりました。マジで繁盛してる。繁盛してる。失礼します。お待たせしました。こちらいちごミルクでお待ちのお客様。はい、はい、ちなみにチャンネルのお名前とかって聞いても、中尾吹吉のキツネさんっていうチャンネル。ああ、なるほど、ありがとうございます。大変失礼しました。ごゆっくりどうぞ。まだまだだな、これチャンネルに聞かれて。こんなに恥ずかしいことないよ。キツネさんって自分の口で言うな。ごめん、もうお腹に入らない。お腹がいっぱいです。というわけで、うわ、ありがとうございます。ちょっと待ってくれよ、めちゃくちゃうまそうなブルーハワイじゃん。縁日かよって突っ込もうと思ったけど、めちゃくちゃうまそうなブルーハワイ来てんじゃねえかよ。ブルーハワイでとか言ってるからさ、あ、よしきやっぱ知らねえんだな、かき氷って。
かき氷って見るともうブルーハワイって言っちゃうんでしょ。そう言っちゃう。それうまっ、うまっ。この60万人企画なんだこれ。週末上田に行く人ぜひおすすめです。ほぼ今日の動画このアングルじゃん、カメラ置いて。そうです。兄さん仕事してないですよね。もう帰るわ。駅近いし、駅近いし、あとやっといて。まあ皆さんのおかげでその60万人を迎えたけども、うん、俺らもまあ頑張ったっていうので癒しを求めてるんだから、そういう意味では動画的にはクソつまんねえと思うけど、まあまあいいのね。うん、そういえばよしくね、全然入ったよ今日の動画。ありがとうございます。100万人行くにはどうしたらいいと思う、よしくディレクターとして。どうしたらいい。あ、真面目な。うんじゃない。今日は何に来られたの。今日 YouTube 撮ってて大丈夫。あ、全然大丈夫。あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。 YouTube 撮ってて。行こうか。いや、最高だった。え、美味しかった。超回復した。じゃ行きましょう。行きましょう。めちゃくちゃ美味しかったな。美味しかった。最後、まあ、写真もさ、はい、頼まれてたじゃん、はい、店長のおじさんしか俺に食いついてない。写真撮ってくれてた女の子も俺もうずっと、あ、じゃあ私も待ってたの、うん、あ、二人かぐらいな、よし、二人ね、みたいになったらおじさんで終わった。6枚ぐらい撮ってた。おじさん6枚。でも美味しかったし、美味しかった。やっぱり俺思う、めちゃくちゃいい人が多い。あ、確かにそうね。本当にそう思わない。こんなに取材交渉もいつもなんかこう気持ちよくやってくれる人もいないし、うんうん、なかなかさ、みんなじゃん。俺好きになっちゃった長野。長野。いやー、最高の旅だったね。近いな。え、近いな。近い、どこだここ。しかも近いな。近いし、どこなんだここは。いやでも最高だったよ。まあ日帰りでね、弾丸でっていうことだったけれども、なんかほら60万人ということでね、まあ皆さんのおかげで我々やってきて、今日本当に久しぶりにほぼ遊びみたいなね、この企画でやってこれましたけれども、冗談抜きでこれはマジ感謝しかなくて、こういう日が来ると、まあ俺もね含め、よしき D もそうだけど、こうやって多くの人にさ、まあより応援してもらえるようになるとは思ってなかったから。俺なんてさ、こうやってみんなからさ、いい人そうとかさ、優しそうとかで来るけど、もともとは中野のほぼヤンキーだから。ただのほぼヤンキーだから。だけどそんなやつがさ、まあ、仕事もそうだし、家庭持ってこうやって YouTube でね応援してもらって、本当に感謝しかないっすよ。これからね引き続き大丈夫。あの風強いからこれだけ後取りでいい。ふざけんなー。もううるさいから。クソだ。まあこんなチームでやってきますんで、皆さん今後とも応援よろしくお願いします。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。もしよければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。じゃねー。きつねさん、なな中尾さんさん、秋吉さんさん、きつねさんさん、なな中尾さんさん、秋吉さんさん、きつねさんさん、きつねさん。